株式会社コスモス薬品は、福岡県福岡市に本社を置き、ディスカウントドラッグコスモスというチェーン名で、九州を中心として、ドラッグストアチェーン店を運営する企業。2004年11月に、マザーズに上場。2006年5月に、東京証券取引所一部上場。2020年10月末時点における、店舗数は1081店。 中国エリア百七十八点、四国エリア百十六点、関西エリア百六十五点、中部エリア六十点、関東エリア十四点。なお、現在の店舗展開は公式サイトの店舗分布を参照。業界に先駆けて九百九十四年にポイント還元を始めたが、二千三年五月の個人、情報保護法の成立にタイミングを合わせてポイント還元を廃止し、 エドルプ販売戦略に転換した。徹底した、少々圏ドミナント戦略ながら、店舗サイズは郊外型大型店舗クラスで展開しており、客の目的外を満たす、定番商品にできるだけ絞りながら品揃えし、ドラッグストアでは手薄になりがちな食品も、多数品揃えし、滞在時間を減らし来客頻度を上げる方向を、目指した大型のコンビニエンスストアに近いスタイルも、 持ち合わせたドラッグストアになった。これらの販売戦略が功を奏し、2001年から5年間で約4倍の店舗数に急成長している。2020年5月期の営業収入は約6844億円で、九州に本社のある流通、小売業の中でトップである。2009年からは同じく、九州を中心に少々券ドミナント政策を取っている。 ファミリーレストランのジョイフルとタイアップキャンペーンを展開している。なお、チェーン名はドラッグストアコスモス、スーパードラッグコスモスと変し、現在はディスカウントドラッグコスモスとなっている。調剤薬局併設の店舗ではコスモス薬局と称されている。店舗での決済方法は現金のみでクレジットカードや電子マネーは利用できない。 消費者による店内での商品価格の撮影やメモを取るなどの行為は禁止されている。ありがとうございます。